ンツは普段お世話になってます湘南食堂さんの方に来させていただいております、大将の浩平さんと、従業員のまみちゃんです。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。あの、はい、オープン前にね大将すみません、ちょっとお時間いただきまして、普段のなんかこの湘南の暮らしとかねルーティーンじゃないですけど、うん、あのみんなにちょっとこんなあの最高な、あ、どうぞどうぞ全然どうぞ、はい、全然、いや全然ないですいや違う、こっちの方がおっさんみたいな席してますよね、はいはい、一回席しておきましょう、はい、うん、ね、普段のなんかこう湘南でいろいろと、うん、あのまあね、あの遊んでいただいてる皆さん、どんな人がいるんだということで、そうですね、はい、でなんか僕のプライベートをね、うん、皆さんに紹介したいなと思ってます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、もう本当この湘南食堂さんはできて何年目になりますか。もうね、今年でもうこの間で6周年で、7年目、7年目に入りました。いや、すごいですね、7年、地域に愛されて。いやいやいや、もうほんまに異端児で頑張ってます。異端児やろうなぁとは思ってますよ。ね、次勝手言わしてもてます、ごめんなさい。神戸弁のおじさんが湘南で、はい、ワイワイやってると。で、まみちゃん何年目になりますか。湘南は、うん、5年目ですね。5年目です、うん、で このお店に来て何年目ですか。4年目。でもうでも看板娘でね。ね、本当に。いやいや、恐縮です。いや、こちらこそ恐縮です。色気がすごいのよ、年々ね。なんかこの年々ね、女盛り、盛ってるから。盛ってるね。そうなんかな。うん、なんですよ。で、まあちょっとこの、うん、あの皆さんで、うん、つきましてはね、はい、ちょっと先ほど僕が昔やってた海で、うん、海辺で料理してる動画みたいな皆さん見てもらってたじゃないですか、はいはい、でそんなんで、あの、ああいうのちょっとみんなでやりたいねみたいな。そうです、そうです、やりたい、ね、やりたいでしょ。やりたい。あれは楽しい。あれ楽しいです。あのね、もう一人でやると地獄なんですよ、あれ。うんうんうん、もう重たいし、限り酔ってるでしょ。もう帰られへんし、帰られへんし、もう一人でやると、であとなんか日が暮れてくるまでむっちゃ楽しいのに、一気にズドンってこう真っ暗になるじゃないですか、うん、はい、その時急に怖くなるんですよ。わかります。寂しなるし怖なるし、怖い。海、夜の海一人むっちゃ怖いですよ。わかります。変な音聞こえるし、うん、変な音、変な音は分かる。ザザンだね。いやいや、なんかね、どっかしてんねやみたいな、はい、いや、なので、うん、このね、やっぱり湘南食堂来られてる皆さんで、うん、そういうのなんかこうちょっと配信していけたら、あ、嬉しいです、僕らね、はい、リアルな湘南ライブです、はい、うん、最近石橋さんと毎週海入ってますもんね、はい、あ、そうなんですよ、はい、なのでね、この海の模様もちょっと撮りましたので、はい、ちょっとぜひそんなのも見ていただきたいなと。わあ、嬉しい。思ってますよ、はい、うん、ただやってないことってあります。それこそ、うん、私バーベキューやってない。あ、バーベキューやってない。やってない。海で、うん、海でやってないですか。やってないです、やってない。大将もやってないですか。やってないです。あ、じゃあもうせっかくやからバーベキューやりましょう。浜の海ぐらいです。結局あの日よけがないときついですよ。きついです。で、日よけを持ってって、うん、でサーフィンして、サーフィン終わったらちょっと水チャプチャプっとかけて、ええ、でみんなでゆっくり飲みながらバーベキューやるのどうですか。わあ、いいですね。ね、やりた。めっちゃいい。いいでしょ。めっちゃいい。わあ、一眠りしてほしい。いや、絶対寝るよ。あ、な、寝てる姿も撮りたい。はい、私はね、撮った方がね、撮った方が、はい、大の字で寝てやろう。大の字は大の字はどうなんやろうな、うん、ちょっともうちょっとセクシーに寝ていただいた方が助かりますから。もう助かります。はい、多分サムネとかいろいろね使った、いろいろね、やっぱりね、女性がサムネになってると、うん、やっぱ食いつきが違うんですよ。そっか。うん、まあ見てる、僕も見てる方もそうですもんね。そうでしょ。ねえねえ、おっさんが言うってなりますもんね。うん、そのおっさんの波乗りあんまりね、満たないでしょ。むっちゃうまかったらまだね、あれやけど、うん、すごいビッグウェーブ乗ってるとかね、乗ってるとかやったらまたあれやけど、おっさんの小波の映像ね。
ああよかった。あら、ああよかった。今日も飲みます。よっしゃ、来た。飲みましょう。飲みましょう。今日飲みましょう。もう。谷島さん。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんま飲みましょう。もうね、あ、そうや。乾杯してなかったですね。乾杯からな。乾杯しましょう。僕は大きいレモンハイを飲んでおります。レモンサワー。レモンサワー飲んでおります。大きい。はい、どうも。どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。もうせっかくなんで。海の焚き火最高ですよ本当に、ええ、ほんまに僕相方読んだ時に、うん、テンション上がりすぎて、うん、焚き火の周り前も前も踊ったんです。うわ出た何か思い出したね、はい、なんか昔の、はい、やってやってマイムマママみたいなやつやんか。いやちょっと違いますね。大丈夫です。マイムマママじゃないです。そういやだいぶポップですね。違います。マイ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 です。出て出て出てです。はい。えそうですそうです。はい。マイ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 ムラタタ。そうです。はい。え最初なんて言い上がりました。今急に来たから。マイムマママみたいな。はい。地域差があるのかなとドキッとしました。絶対一緒です絶対一緒です。一緒ですよね。前も前も、ね、急に出てきたから僕も、はい、びっくりした。はい。なんで、はい、だからそういう日を見て、うん、ちょっと原始的な気持ちになって、うん、あでもいいな一日楽しむって。だから日陰さえ作ればこっちのもんなんですよ、はい、風吹いてると気持ちいいんで、うん、まだ来ますからねあいつら上から。あいつらとは誰ですか。来るやんか鳥にパチンみたいな。トンビね。あれ嫌やわ。トンビはあのこのテントみたいなタープ一つあるだけで来ないんですよ、ね、来ないんですよ。だからそこはもう絶対に必要です。一回ファーン来れたな、うん、小池に小池に小池に、うん、スタバのラックサンドをあかん食べてて、うん、あめっちゃ2個買ってわよしめっちゃ食べようと思って食べようとした時にファーンこっから後ろがファーって。うわ怖い。あれめっちゃ速かったな。めっちゃ音しないんですよね。そう急に来るから羽の音がすごい。でもうまいこと傷つけへんねあの人たち。あれはね僕ね、うん、あんまに、うん、あの撮られる瞬間に角度変えてしまって、あうわ真上から来てて湘南来たし息子とね、うん、あのなんか卵サンドイッチ食べたいって言ったら、うん、海で食べるぞって張り切って、ね、うんうん、海やーって言うね。もう見たら分かるの海やーって言って、うんうん、であーって息子言いながら、うん、海で食べるサンドイッチ美味しいやろって言ってなーなーって振り向いた時にトンビがダーンって来たんで来たね今、はい、から来ましたよ。来ましたね今。ほんならもう鼻から血ブワーって言って、お父ちゃんチラーってなったんですよ。それでもう帰ろうって、もうなもう見ないよなんだなんかあのどんなバイキンあるか分からない。そうやね爪にそとかそんな考えてものすごいテンション下がってきて、うん、もう帰ろうってトランプやトランプじゃないですキャーンと一緒やお前や。いやいやちょっとずれたからちょっとずいやちょっといや違う逆なんですよ。逆ちょっとずれて助かった人とちょっとずれて大怪我した人です。僕はね逆トランプです。逆トランプです、はい、何なんですか逆トランプって適当なことばっかり言うて。おいしいだよねやっぱ適当なことばっかりやわ。なんかねだからそのあとはなんかその当てちょっと作ってみたりとか簡単な、うん、まあ、ちょっとなんかほんまに、はい、あ私もなんか作りたい。かっこいいな。まみちゃんの料理ですか。はい、まみちゃんどちなみに手料理は作ったことありますよね。一応ありますよ。卵料理が得意です。嘘でしょ。あまみちゃん後で写真送ってください。あれあれあれ上からのやつこれあのまみちゃんが上からねなんか普通食べ物の写真ってよく言われてるのは子供の目線で撮ると一番美味しく見えるよって言われてるんですよ。子供が覗いてるぐらいの。いやマミちゃんはこう真上からパシャーッと撮ってるんですけどそれが何ですか単色ね一色のはいはい分かる。なんか茶色っていうそのなんかねそうですね。なんでこれワンプレートしたやろっていう、うん、あの写真やここバンって今も多分出てると思います。出てるも受刑者受刑者そうですね受刑飯なんですよ。受刑飯ですよあれは、うん、受刑萌え受刑萌え、うん、でも自分の中ではウーバーイーツやと思ってるんですよ真上からの、うん、あの感じね感じね。もっと色入らない入らなあかんのですよ、うん、感触だから
食やからその、うん、栄養はありそうです。茶色くもないよね。あ、そう、な、なんやろ、なんやろ、白、白、そう、白いんよ。の白いんはやっぱ一番食欲がなくなるんよ。ね、そうですよね。ツナを、ツナその時もらってきて、ツナをそのパーンやって、まんま油だけ切ってパーンやって、で、赤飯なんで赤飯はどうしたんですか。もうチンして赤飯またパーン、冷凍の赤飯を、で、またハンバーグ買ってきて、ハンバーグチンしてやっぱり焦げ目つけないとなと思って、焦げ目つけたら結構カスカスになって、だから黒に、だから結構もうほんまピンクみたいな。気持ち悪いよ、もう赤飯、ツナ、ハンバーグみたいな。いやもうなんか食い合わせも悪いしね、なんか海でね、じゃあマミちゃんこう初めてなんか作ってみたみたいなのもやれるじゃないですか。いや楽しいじゃん。小井さんはそれ絶対うまいじゃないですか、それは、うん、頑張りますよ、ね、てかその、はい、ビジュアルがすごいいいやつを小井さんには頼んで、うん、でマミちゃんは破壊的なやつ、破壊せんといてほしいけどな。まあでもまあ、うん、楽しいね、だからいろんな、楽しいね、いろんな人を呼んでたんだろうし、進んでるね、いいね、うん、今日は飲むぞと思って、うん、楽しいね、楽しいね。ちょ、今後もう三条区にしようかっていう話、なるほど、今やってま す, いいです、ね、夜ゆっくり飲んでもらって、うん、で昼っていうかランチタイムをやめて、うん、3時からハッピーアワーが始まり、あ、ハッピーアワーいいですね、はい、ここでハッピーアワーあって、でもここの時間、このハッピーアワー始まったらちょっとマミちゃんもより凶暴化するんだよ。そうですね、ずっとずっと飲む形になるでしょ。いっぱいちょうだいって出た、いっぱいちょうだいお化け、いっぱいちょうだいお化け、いっぱいくれよっつって、いいっつって、飲みたいな飲みたいなって言うんですよ。昼だからいいよねとか言って、いや昼ハッピーアワーだからいいよねって言って、まあね、まあまあそれはね、で6時ぐらいから使い物ならへんっていうね、多分それは困りますね、ここで寝るんでしょうね多分、お店的にはね、ハッピーアワーはそんな頑張らんでええよって実は原価の問題もあるからあるからなんもねっていうのはありますけど、うん、でもやっぱ言いましょうよ、うん、なんすか、10月の、うん、はい、ね、10月18日はいありがとうございます。あのすいません、いやそれは飲まへんかったら言われへんようなことではないんですよ。そんな緊張してへんし、うん、プロやし、あの飲まなくても言うちはマミちゃんが飲みたかったから入れとかんと自分ばっかりついでたらみたいな、あっまああのライブがありますんで、はい、あのね茅ヶ崎でやりますんで、あのあとあの私事ですがね、はい、あの石橋あざまがね、あのなんと歌手デビューをしましてですね、ありがとうございますって言いますね、ふざけろよ、ふざけろよ、最高だったね、もうやっぱりちょっと初め先に聞かせていただきまして、はいはいはい、いやーこれは魂の応援歌ですね。いやすいませんの恐縮です、本当にまあ、ね、これマジで嘘じゃなくなんかね、やばってなりました、面白いですね、だから人生って面白いですね、はい、何があるか分からない、ね、50年前で、ね、歌手デビュー、歌手デビューすることになるとはね思ってなかったですから、はい、ね、あの線いいですよね、はい、ジャンルというか音というか、あ、多分今の子にも刺さると思うし、はい、結構魂系、そうそうそう、魂系、魂系、やっぱあれ魂系ですか、魂系ですよ、魂系だし、うん、泥臭いから、うんうん、あのキラキラしてないんですよ、あのいい意味でね、わかる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 、うんうん、だからすごくいい、うん、いい、しょぼしょぼしてる、あの目がなんかちょっとごめんなさいね、まみちゃん一足先にアーティストデビューしましたね、一足先にごめんなさいね、私もいつか何者かになりたいな、何者かに、あ、でもいいこと、いいことですね、いや何者かになる、何者かにね、うん、だから今のところはあれですよね、芸術系、写真、あの食インスタグラム、ね、のお料理をここでちょっと作ってくださいっていうので作っていただいて、ハムをね、刻んだ生のキャベツにハムを巻いて粉になってる状態のハムが出てきて、はい、料理名
何でしたっけ、カニ、カニなんです何それってなったもんね。なったんですよ、はい、で食べたらまあそれは美味しいんですよ、はい、あの素材の美味しさです、はいはい、その料理の美味しさっていうか、おのおのの素材の美味しさで、はい、なんか食べました、食べさせていただきましたけども、あれやばかったな、あれ、はい、みんな気使って美味しい言うたけど、ほんまか思ったもん、ま、全部の素材の味がしっかりと口の中に、はい、それぞれありましたあ、ギュッとなってました、ちゃんとあのキャベツ、ハム、ハム、マヨネーズありがとうって、ありがとうって、そうです、本当三者三様の三者三様、はいはい、それぞれの味がしっかりしてます、しっかりしっかりしてあげて、よかったね、よかった、はい、なのでカニを超える何かを、何か次はお願いします、はい、そのね、はい、あの海で作るね、はい、時にもなんか、うん、期待するわ、もうでも海で何を作ってったらもう多分雰囲気いいんで、いいんで、うん、美味しいと思う、結果何でもいい、いや、まみちゃんはそう思わないでください、まみちゃんはそこは努力、いい子、いい子、なんか一個頑張ってください、なんか、はい、ね、ない心配しないでください、あの大将のご飯はむちゃくちゃうまいです全部むちゃくちゃうまいです、ぜひ皆さん来てください、よろしくお願いします、本当に胃袋をつかまれに来てください、来てください、そしてカニを見て鼻で笑いに来てくださいよろしくよろしくお願いします、本日は、湘南食堂の大将とまみちゃんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。おはようございます、今クソ下に来ております、おー乗ってますね、ちょっと台風跡でゴミは散乱しております、暑すぎるやろ、ということで入っていきたいと思います、スポンジボードです、コストコのスポンジボード、これが一番安心します、江ノ島、あ、犬来た、犬来てる、おはようございます、これすごい、そうなんですよ、しんどあ、なんか波ありますね、でもなんかね、意外に、おはようございます、まみちゃん、気持ちいいですよ、本当に、PR してもらっていいですか、フランス食堂でぜひお酒一緒に飲みましょうぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。